はい、今回はですね、徳島県にあります、老舗キャンピングカービルダーですね、アネックスさんの、リバティ 52DB、 こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このリバティ 52DB なんですけども、最初にアネックスさんがこのリバティシリーズっていうですねキャンピングカーを作り始めたのは1996年からになります。当時はですね、カムロードのトラックをベースにした、まあ、リバティシリーズが発売されてたんですけども、そのうち200系のハイエースが、登場しまして、まあ、ハイエースをベースにしたリバティシリーズがその後、約十数年ですかね、販売されてまして、でこの度ですね、カムロードベースの、リバティシリーズをですね、そのアネックスさんが最新技術を用いてこう作り上げたモデルになりますので、ぜひですね動画の方ですね最後までご覧いただければと思います。はい、それとですね、この外装だったんですけども、まあ、キャブコンの時点で車の高さも高くなりますし、まあ、横幅もですね、通常の車より広くなりますので、どうしても風の影響を受けてしまいます。で、このアネックスの 52DB に関しては、ちょっとこの上のところにこう傾斜というかね、こう少しこう、斜めにしてですね、風を逃がす、形状になってます。はい、はい、
ですね、まずエントランスを入ってすぐ上に液晶のスイッチパネルがあります。これはですね、この液晶パネルで照明だとか、まあ、バッテリーの残量もそうなんですけども、水のポンプを動かしたり、あとは冷蔵庫のスイッチを入れたり、まあスイッチパネルで、操作を、行います。はい。でこちらがですね、キッチンスペースになります。2口のガスコンロとシンクですね。そしてシンクの下には収納があります。十分な広さありますよね。はい、ソフトクローズです。はい、でここにですね、キッチンの上にはクッカーファンがあります。でこれもですね、タッチパネル式になってるんですけども、照明もここでね、つけることができます。はい、キッチンの上もこのように収納があります。はい、キッチンの横なんですけど、キッチンの横には、90リッターの冷蔵庫がありますね。こちら収納ですね。冷蔵庫の上はこれオプションの電子レンジになります。でその上にまた収納がねありまして、先ほどあったこのガスコンロのですね、ガス供給器がこちらにあります。でこれはよくあの鍋やる時の、カセットガスをここに装填して使うシステムになってますね。はい、続きまして今度はトイレルームをですねご紹介します。でこのリバティ 52DB に関しては、このカセット式トイレが標準装備でついております。で手洗いの場所と大きなね鏡と、あとこの上にも収納があります。大丈夫です、まだ使ってませんから、新品です。はい、そしてこのダイネットの上に、実はここにですね、家庭用のセパレートエアコンが入っております。ここですね。でエアコンの横にはちょっとした収納スペースがありますね。まあ見た感じ、ここにエアコンが入ってるっていうのはなかなかわからない、非常にシンプルなね見た目になってます。次はですね、運転席助手席上のこのバンクベッドをね展開していきたいと思います。でまずここにねロックがありますので、このロックを解除します。でこちらも解除してスライドします。このようになります。結構ですね、引き出すと、ベッドの寸法も結構広いですね。でここにラダーを
けて、ここから登るような感じですね。はい、またベッド収納してみます。そんなにね、力いらないですね。軽い力で押していただければベッドも簡単に収納することができます。で、ここのスライドしてこのスペースが広くなるので、まあこちらの方から運転席助手席の方にですね、行き来もしやすくなりますね、このスペースで。はい、次はですね、後ろの2段ベッドをご紹介していきたいと思います。上の段はここ跳ね上げすることができるので、下に寝る場合に、まあ、乗り込みやすくなってますね。で、ちょうどこの1段目のベッドのこの下がですね、先ほど映像があった通り、外部扉がありますので、ものをですね、収納、キャンプ道具だとかそういうものを収納することができます。この中にね、つながってます。で、ベッドは基本このウッドスプリングになってるので、寝心地もですね、なかなかいいですね。はい、このダイネットをベッド展開するときは、このテーブルのですね、このレバーを引っ張ります。そうするとテーブルがですね、下がってくれます。はい、リバティ 52DB いかがだったでしょうか。この 52DB なんですけども、3つですね、またポイントがあります。まず1つはですね、これリチウムイオンバッテリーを使ってます。リチウムイオンバッテリーってよく携帯だとかですね、そういうのもみんなこれリチウムになってるんですけども、要は大電流をですね、発生することができるというですね、まあ、ちょっと高いんですけど、それがですね、標準装備でついてます。で、そのリチウムイオンバッテリーがあることによって、ここについてる家庭用のエアコンだとか電子レンジ、あそこについてる電子レンジをですね、使うことができます。で、リチウムイオンもこれ 12V なんで、それを 100V に変換してもらう、そのインバーターという機械がついてるんですけども、そのインバーターで12から100V に変換して家庭用エアコン、電子レンジを、使うことができるというですね。で、まあ無尽蔵には使えないので、まあ制限しながら使うことになるんですけども、通常の、まあ、鉛バッテリー、ディープサイクルの鉛バッテリーよりかは、使える回数だとか時間っていうのはですね、非常にこのリチウムイオンバッテリーはですね、長くなります。で、次の2つ目なんですけど、2つ目はね、これ、まあ、最近ついてる車が多いんですけども、家庭用のエアコンがついてます。はい、ここ、北海道でもですね、最近結構、エアコンつけたいという方が多いんですけども、この 52DB に関しても、家庭用エアコンが標準装備でついてます。あとですね、この車、実は床下に床暖システムがついてます。で、ここ北海道、また北海道の話になっちゃうんですけど、北海道に関しては床暖ってね、非常に
いいんですよ。結構住宅とかでもですね、床暖ついてるご自宅があるんですけども、やっぱりですね、冬はこのフロアが非常に冷たくてですね、体感温度が非常に下がります。ですけどこの 52DB は床下に、まあ、ここのフロア全体にですね、お湯が回る仕組みになってますので非常にあったかいです。北海道の冬もしくはですね、本州の方の冬にとっても非常にですね、有効なんじゃないかなと思います、はい、今回もですね、少しでも参考になりましたら、高評価の方と、コメントありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴どうもありがとうございました。